はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。パートはいくつでしょうか。403か4かそのぐらいに来ているんですが、まだ整理整頓しております。とりあえずね、そろそろあと1回ぐらいかな、あと1回ぐらいはやっていいかなと思うんですけど、そろそろ別なことをし始めようかなとは思っているので、もう少々だけお付き合いくださいませ。そろそろそのどこに何を送って決まったら何かね、別なことをしようかなと思います。まあ別なこと何しようかちょっと今悩んでいる最中ではあるんですけど、どうしようかね。ごめんなさい、ちょっと鼻声でございます。トラップチェスト、ちょっとね、木材をチェストが足りなくなってきたので、で、整理整頓の話でちょっと何か良い 案があれば教えてくださいと言っていたんですが、トラップチェストドロップ品、この雑貨品をね、敵からドロップするものなのかそうでないのかっていうものに分けたらどうですかというご意見いただきました。ありがとうございます。とても助かります。そっちの方がきっと分かりやすいですね。なのでこっちは敵からドロップするわけではないよというものをちょっと突っ込もうかなと思います。紙はサトウキビと一緒に置いておこうか。なのでこっちに、まあよく知らない間にドロップするこのね、クモの目入れといて、こういう感じでいこうかな火薬はドロップしますが、火薬は鉱石扱いにしとこうかな。いや、火薬もドロップするイメージが強いからこっちに今は入れておこうかなと思います。もしかしたらお話ししてるかもしれませんが、ザ・クルーというゲームに追加のコンテンツがやってまいりました。ちょろっとその話はしたかもしれませんが、ザ・クルーというドライビングゲームですねドライブのゲームがあるんですけど、そちらで、ちょっと待ってね、上にあれだっけ、ディスペンサーとかはどうしよう。これも雑貨かな。ディスペンサーは赤石でいいか。うん、新しいごめんなさいね、追加コンテンツの方がやってまいりました。かまどは装飾に入れてしまおう。クルーのワイルドランというゲームが追加コンテンツとしてやってきました。定価が3800円税抜きぐらいで発売されております。ちょっとね、お高め、プラスの DLC としてはお高めなんですが、そんなようなコンテンツが来ました。ちょっとね、クルーすごく楽しいゲームなので、基本じゃないけど、僕ってあんまりその追加のコンテンツっていうのは本当に気に入ったゲームしか買わなくて、で、あんまり高いと別なゲーム触ろうかなとかって思っちゃうタイプの人なんですけど、今回はそのクルーのね、コンテンツすごく触りたかったので購入してみました。で、ゲーム内のまず描画、映像描画っていうのが格段に向上すると言われていました。今までもそんなに汚い映像では全くなかったんですが、すごくね、綺麗な、なんて言うんだろうな、 PC ゲームをやられている方だとちょっとピンとくるかもしれませんが、
なんて言い方をしたらいいだろうな。この敵のドロップとか上でよかったかな。上に置いてもよかった気がするな。まあ上はそしたら別なことに使えるかな。別な物入れとか。まあ木がたくさん出てくるから木でもいいんだけど。PC 版でいうところの描画設定を、ハイからウルトラに変えたぐらいの感覚に近いのかなっていう気がしました。まあちょっとなんだろう、ひいきしてる部分もあるので大げさに言っているかもしれませんが、個人的にはあの光の描写の雰囲気が非常に綺麗になったかなと思います。そのおかげで車のね、艶感とかもかなり綺麗になってて、すごくね、走らせてて気持ちよくなりましたね。今まで持ってた車も雰囲気が変わったりして、とても面白いです。で、あとはいろいろな車の種類が増えました。種類というのは車が増えたわけではなくて、まあ車も数台増えているんですが、ドリフトができる、よいしょ、ドリフトができるようになった車と、まあ今までも別にできなくなかったんですけど、めちゃめちゃドリフトに特化した車が追加されたりとか、あとはモンスタートラック、すごくでかいタイヤを履いて、なんだろう、ユニークなコースとかね、ジャンプ台とかそういうのをどんどんこう乗り越えてみたりとかして、いろんなところをね走り回れるようなでかいトラックが追加されました。で、あとはドラッグはドラッグレースっていう車のレースのジャンルがあるんですけど、直線まっすぐなコースをものすごい速度で走って攻略する、そんなレースゲームというかレースタイプがあるんですけど、それも遊べるようになりました。もう速度がねものすごい高いですよね。よいしょ、500キロギリギリ超えるかなぐらいの速さまで進んだりして、でそこでギアをねうまいことこう切り替えたりだとか、そういう風にして戦うので、よいしょ、とても面白いですよ。よいしょ。でもう一つのね目玉要素、そのいろいろなものが増えるっていうのと描画の雰囲気が変わるっていうのはすごく大きかったんですけど、もう一つちょっと楽しみにしていたのがバイクの追加ですね。ちょっと前にドライブクラブの方でもバイクの追加っていうのがあったんですよ。で、どうなんだろう、そういうドライブゲームでバイクを追加するっていうのがちょっとこう今後ねあれなのかな、主流にはならないでしょうけど、車も走るんだから、あ、線量どうしよう、線量は線量でちょっと作ってみようかな。主流にはならないでしょうけど、例えばドライブメインのゲームだとかそういうものになると、もしかしたらそういうものも増えてくるのかなっていう気が若干してて、で今回はバイクが追加されて、とりあえず7台追加されてましたね。7台の追加なんですけど、どれもなんだろう、バリエーションに富んだものが多かったので、全部ね走らせてて気持ちいいんですよね。バイクのね一人称がとにかく気持ちいい。これはね一度やってみてほしいような気がしましたね。とても面白かった。なので今回、まあ、4000円近い課金でしたけど、非常に大満足のゲームでしたね。よいしょ。
もし車が好き、まあ車が好きって僕はどっちかっていうと車も好きなんですけど、詳しくはないので毎度毎度言ってますけど、ゲームの中で全然なんだろう、この車走らせられて嬉しいとかって、ちょっとその車ファンの方よりは全然ないんですけど、とにかくね楽しいんですよ、走らせてるだけで。でアメリカ全土、まあ縮図ではありますけど本当に広くて、そこをねわんさかわんさか走っているだけでも楽しくて、なんだろうな、ちょっと癒される系のゲームなんですよね。なのでぜひね、そういうゲームが好きな方は遊んでみたらどうだろうかって思っていたりします。はい、そんなこんなでとりあえず今日はこの辺で終わりにしたいと思います。全然進まないね、もうこっからはちょっとあれだね、そろそろ。でもここに詰まったの吐けたね、もう飽きたでしょみんなちょっと申し訳ない気がするので、なんかあっちのね作り始めようかなと。で終わったらね、ここを閉じるか、もしかもしくはなんか大きくするかこの家の下をね、わんさかちょっと建物をこうまた、まあ、空間を作ってみたりとかしようかなとは思ってるんですけど、そんな感じですかね。はい、もしまだ見れるよっていう声がありましたらやろうかなとは思いますけど、まあいいでしょう、そろそろね終わりでいいかもしれません。僕はね黙々と整理してるの楽しいんですけど、はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。